カードすごく立ってますよね。めっちゃ大きい。あちゃ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 熱い。こんにちは。今日はですね、千里中央の駅に来ております。こちらね、1000円セットすごないですか。なんかいっぱい書いてるんですけども、唐揚げも好きですし、コロッケもすごく大好きですよ。コロッケイコール炭酸系アサヒスーパードライも飲めるっていうか、超すごいやべえ1000円セットじゃないでしょうか。明石八っていうお店がよろしいんでしょうか。赤字覚悟180円、いつでもハッピーアワー、ハイボール39円とか、生ビール193円。いや本当に千中来た時はね、こちらのお店で飲むっていうのはかなりいいかなと思います。見てくださいよ、このまん丸の赤ちょうちん大好き。他もいろいろメニューがありますので、とにかく入りましょうか。この橋の席で、あのセンベルセットってありますよ。1000円セットですか。はい、1000円セットがね、はい、カツオーカー、今日はカンパチ。そしたらあのカンパチと生ビールの方でお願いします。はい、ました。で、それの一応前菜になりますね。はい、なめたけおろし、ね、はい、パパロニ、はい、筑前煮になります。あ、そうだ、筑前煮、これいただきます。はい、はい、どうぞどうぞ。朝日のセンバー、ありがとうございます。どうぞ。スーパードライ来ました。めっちゃいい店。あとがピアオリっていうか、まあ、何があるか分かりませんけども、まあ、今回は筑前煮をいただきました。どういただきます。1000円のカンパチです。はい、あ、そうだ、カンパチ来ました。これカードすごく立ってますよね。いや楽しみ。じゃあ刺身醤油ちょろっと、まずカンパチからいただきましょうか。うわ、うまそう。こんなん普通そう食べられないですね。身がしっかりしてるっていうところで、歯ごたえもいいですし、食べ応えがあるっていうか、存在感がお口の中であるっていうかですね、満足度につながりますよね、こういうのって。あ、すいません、ありがとうございます。コロッケと唐揚げ来ましたね。早く食べたいっていうかですね、まあ、その前にお刺身めっちゃハマっちゃうかもしれない。で、わさびですけども、まあ、結構多めにつけても辛いっていう感じはこうしませんね。ゾンと来ないですよね。甘みのあるわさびではないでしょうか。少々こうわさびつけてもへこたれない。刺身を全部食べちゃおうと思ったんですけど、ちょっとね、揚げたてを先食べたらっていうところで置いときます。絶対にこの揚げ物にビール合うんですよ。いや、めっちゃパリパリや。もう触った感じで分かりますね。お、この1000円セットアルコール2杯ついてるので、ハイボールもいいんですけども、次もビールいきましょうかね。あ、すいません、あのビールおかわりお願いします。他のメニューを見てみますと、名物鯛めし税抜きですけども290円ですよ。まあ、このアカシアサラダとか、あ、アカシアなんだ、アカシハチ、アカシア、なるほど。名物土手焼き290円、チーズカニグラタンとかもありますよね。ありがとうございます。わー、来ました。ドライ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 。コロッケはね、甘めの味ですよね。で、このごま乗ってるのがちょうどね、香ばしくなるっていうか、プチッとしたアクセントにいいのかなっていうふうに思いました。その唐揚げ、
おこいらで筑前煮をいただきましょうか。ごぼう、安定、めっちゃ安定。母親の味を思い出すっていうか、よく小さい頃に筑前煮出てきてですね、子供としてはコロッケの癖なんですね。でも日本酒が美味しくなる年になって、こういう筑前煮って美味しいんですよね。まあそれ私の場合ですけども、皆さんどうでしょうか。こじんまりとしたお器になってますけども、中の量は結構いっぱい入ってますよ。一つ一つしっかりと大きいですし、タケノコですね。まあ、今回3種類の中から筑前煮を選んで大正解でした。ちょっとこうからしをわんぱく取って、さっきのこの唐揚げにつけようかなと。まあ、唐揚げにからしはあんまりつけることっていうのはないかと思うんですけど、まあ、私はね結構つけるっていうか、意外と唐揚げにからし合いますよ。からし正義、まあ、肉まんとかにもからし合うっていうのはありますけども、赤もんにからしって合いますよね。こんなご褒美ありますか。最高じゃないですかね。すごいですね。一味と七味、あなたはどちらですかっていう選べる楽しさってありますよね。七味かけましょうか。いろんな旨味を絡めて最後の一口としていただきます。先ほど私が食べたのはこちら名物コロッケですよね。普通のソースじゃなくて独特な旨味と胡麻が加わることによって、やっぱりちょっとこう一風変わった味。これがね1個45円なんですね。で大盛りあらぎ290円。いやーちょっと注文したいな、まあ、アルコールの方ですけども、何飲もうかな。この超辛口の冷酒もいいなと思ったりもしますし、熱感もいいし、黒霧島もいいなと思いますし、これ限定なんだけどフリージングハイボールが230円っていう、これもすごいよね。このアラニと熱感の1号お願いします。来ました、大盛りのアラニ。これめっちゃ大きい。マジでこれすごい。290円ですよ。あと厚感ですね。もう厚感とアラニ、これで1000円以下っていうか、もうそんなにこう高くなくて、超絶にペアリングできるシステムじゃないでしょうかね。こちらちょおっとあちょ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 熱い。すごい、めっちゃ大きいやん。まあこの大きいのかぶりつきましょうか。うん、うわめっちゃうわ、本当に美味しい。もうこの1本だけでも290円で出してもいいぐらいのレベルだと思います。まだいっぱい下にゼラチンの部分とかあります。これは得やわ。うまいうまい。カンパチの刺身をこの日本酒に向けて置いてたんですよ。初めからね、私は日本酒を注文するっていうスタンスで言ってたので、塩をつけて、うん、
最後の大葉と一緒にいただくとたまりませんね。これでちょっとこう醤油を上から垂らすと。いや、アラはね、本当にそこのお店の繁盛具合が分かるって思ってまして、やっぱりアラが出るっていうのはお刺身がいっぱい出て、まあ、その中で使えるところでもない部分を一食単に、だから新鮮度が高い、いろんな部位があるっていうのがお刺身いっぱい出てるんだなっていうふうに思っております。めっちゃ大盛りアラに290円、超おすすめ。ちょうどこれね、ヒレのところですよね。ヒラメかカレー、ここのね、縁側のところだと思うんですよ。ここをね、しゃぶるんですよ。これちょっと色が赤色してるんですよ。サーモンですね。アラで感動するっていうのはまあどうかなって思っておりますけども、いやまあそうじゃなくて、やっぱめっちゃ感動しました。こちらのそのアラはね、骨が少なくて、それはもう気になってちゃうと思うんですけど、骨が少ない、身が多いと、全部これ身なんですよ。骨ないんですね。大きな豚の角煮のワンブロック分ぐらいありますよね。やっとこう骨の部分がありました。エラのところの骨についてる肉ってすごく美味しいんですよ。最後お汁いただいて、日本酒を飲んで終了させていただきます。ごちそうさまでした。美味しくいただきました。超堪能させていただきました。1000円セットがかなりお得だったんだけども、その1000円セット以外にお得なものがいっぱいあったと。その中で私はこの大盛りのアラにこれをねおすすめさせていただきたいかなと思います。で17時まででしたらハイボールめっちゃ安い、こちら千日を来た際は、いや明石屋さんに飲むために千日を来てくださいっていうふうにお伝えさせていただきたいなって思っております。ケンチでしょ。